美しいスイング必須課題これ。プロゴルファーの奥山です。本日は美しいスイングをするための右手一本スイングですね。右手一本練習はたくさんのプロゴルファーも取り入れている練習です。アマチュアの人が練習場で右手一本スイングをしているのを見ているときに体が動いていないときが多いので、これでちゃんと体も動かさないと意味がないということを理解してください。切り返しから左足リードでこのようにかなり腰を動かします。そして腕が振られます。ここから足でリードして腕が振られる、これが大切です。では少し腕が先に降りるスイングをしてみます。足よりも手が先に来る、そうすると引っ掛けてしまいますね。ヘッドが先に降りてフェースが左へ向いて引っ掛けてしまいます。これぐらい足を使って、そしてクラブが振られるとまっすぐ行きます。できるだけ力を抜いて腕はスムーズに動く、腕でぶっつけに行かないというのを意識しましょう。ちゃんと足を使って腕が振られる、かなり右手がずっと縮こまってる感覚があるはずです。体も開ききって、これじゃ右に行ってしまうというような感覚が大切です。皆さんもこのような感覚、このようなスイングになっていますか？連続再生、切り返しによく注意してみてください。上げて足で引っ張られて腕が振られているのが分かりますね。無理やりヘッドをぶつけに行ってないのが分かります。フルスイングと同じ動きをしていますよね。右手一本、そしてフルスイングが同じ動きをしなくてはいけません。フルスイングのための右手一本練習です。右手一本練習で当たるからいいというわけではありません。フルスイングの体の動きを不安定な右手一本の時でもちゃんと下半身で動かせる、下半身が動くからクラブが振られます。このスイングをしっかりと作っていきたいんです。右手一本だと不安定なのでつい腕を動かしてしまいます。その癖をなくすための右手一本スイングになります。通常スイングと比較しましょう。このように見比べると基本的な足の動き、下半身でリードしている、左足リードでスイングしていることがわかります。いろんな練習ドリルはスイングの感覚を鍛えるための練習ドリルです。インパクトを合わせた画像、インパクトが同じ形というのを意識しましょう。このようにインパクト同じですよね。インパクトでしっかりと腰が左を向いています。そして肩が開いていません。これが大切です。この基本的なスイング、足で引っ張るスイングというのを意識しながら、右手一本の非力なパワーでもスイングができる、これが大切なんです。右手一本練習の大切なところはしっかり左足で引っ張られて腕で何も操作しない、これが大切なんです。そうすると綺麗なスイングが出来上がります。切り返しから同じ動きをしているのでよくご覧ください。ではインパクトで止めます。このようにインパクトでお尻が見えて、右足が少し浮いて肩が開きません。同じ形ですね。これが大切なんです。しっかりと片手でも同じインパクト、これを意識してください。動画で撮影してこのようになっていなければあなたの右手練習は意味がありません。フルスイングと同じ動きをできるようにしっかりと左足でリードしましょう。ご視聴ありがとうございました。